おっす、日健くんです。今日は仙台に武者修行で、まあ、来とるわけだけど、まあただね、練習するだけじゃ意味がねえんで、まあ男として、まあ、磨きに来たってのもまあもちろんあるんですよ。まあ今このお店に来てるんですけど、まあこんな感じで今からコーディネートしていくんで、まあ見とけよ、バカどもが。日健くん、はい、今日はどういうテイストでコーディネートをしようかなって考えてるの？今日はさ、うん、まあ、まあ言うてもまあ女の子とデートなわけだよ。はいはいはい。な、でもやっぱ女の子とデートするにあたってやっぱりこう都会に出たりするとよ、現れるやつとかヤンキーが多いわけよ。はいはい。やっぱそういうとこでも堂々としてなきゃ男じゃねえんだ、うん、ってなるとやっぱ舐められたら終わりなわけだよ、うん、それはさ、たとえ俺が弱かろうが強かろうが、うん、まず第一印象、インパクトで相手倒す、はいはい、これが大事なことで、はい、だからでもその中でもやっぱファッションってのはやっぱこうバチッと決めとかなきゃいけないから、そうだよね、なこうなよなよして格好ってのもよくない、だけど派手すぎるのもよくないんだ、絶妙なバランスね。そう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 、バランスなんだよ、ファッションってバランスなんだよ、わかる、ファッションってバランスなんだよ、わかるな。あこれゼブラからだ、もうこれ暑いんだけど、これは違う、デートじゃない。シュプリームは着られますか？シュプリーム着ないんですよ。うちの店だとシュプリームもご利用ししてます。ああ、ご利用し、はい、マネキンも全部シュプリーム。へえー、あ、これもシュプリームなんですね。はい、はい、ストリートブランドはいはいはいやっぱり好きなので、まあ、シュプリームがおすすめかなと思います。はい、僕パーカーが好きで、パーカー好き、あ、はい、好きですか。ちょっとこれちょっといい、おお、いいね、かっこいい、かっこいいっすか。ちょっと太めのパンツを探します。はい、はい、あれ、日健くん？誰がハンガーラックの？アメリカ軍の。あ、いいっすね。極太じゃないですけど、ね、このシュプリームに対してヴィンテージで、ヴィンテージの古着を合わせて、はい、ミックスコーディネートっていうのがかっこいい。あ、ありがとうございます。どこやろ？ダメ？気持ち悪いな。お前、ホモかな？楽しみにしてろ。童貞どもが。なんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやもう日健くんすごい普段とイメージ全然変わりましたよ。めちゃめちゃいいですよね。めっちゃいいですね。ちょっともう自分もね、こんなになると思ってないからね、すごいよね。仙台で一番かっこいいです。本当ですか？目どうですか、女性的に。全然ありです。全然ありです。ありですか。店長の一押しはどのポイント？一押しは、赤のベレー帽に着がちだと思うんですけど、はい、黒と黒で合わせてるところですかね。あとネイビーのグラデーションですかね。ここ黒のパンツだとちょっとつまんないんです。はい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 。ネイビーでちょっと遊んで、はい、で赤で刺しよう。はいはいはい。めちゃめちゃなんかかっこいいです、ね。なんかもうちょっと違いますもん。別人になったところで本当ね。スシュプリーム の商品量は東北だと一番なんで、間違いないです。
古着屋さんですか？そうですね、ブランドメインに買い取りをやっている、まあ、はい、ブランド古着の専門店ですね。はい、ブランド古着でここまででも揃ってるってなかなかないですね。なかなかないです、ね、はい、ここ穴場というかね、うん、穴場。ちなみに買い取りのブランドって何か指定があったりするんですか？指定はないですけど、やっぱりこう弊社の基準で、まあ、ブランドとみなされるものが、まあ、買い取りの基準になるので、そうですね、ファストファッションのブランドとかはちょっと一部やってないんですけど、はい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 、まあ、シュプリームとか、はい、ストリートのブランドとか、はいはい、というわけで、はい、新しくなった日健くんというか、でこれでも間違いなく程度に行って、はい、僕も14年15年彼女いなくて、まあ、ファッションっていうか、まあ、人となりはもうすごく下から、ね、いやいやいや、そうなんです、腰低くていいです、いやいや、そうですね、好きなんですありがとうございます店長さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もうめちゃめちゃかっこよくなったんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね。日健くんです。やっぱ戦うだけでもなく、そのね、着こなしももちろんだけど、やっぱりこう飲食、食べる、飲む、やっぱこうお酒の味を知ってこそやっぱり大人だと思うんだよね。やっぱここでちょっとこうお酒をたしなんで、男としてまた魅力をさらにもう1段階2段階と上に上がっていく、まあそうだよな、まあ男だよな。分かるか。いらっしゃいませ。お待ちしてました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。顔をやってね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと日経くん、はい、おー、見て、おー、いや、ありがとうございます。すいません、噂は金がね、いえいえ、とんでもないです、とんでもないです、ありがとうございます。お好きなおしぼりを選んでいただきます。お好きなおしぼり、ペッパーミントとレモン、ラベンダーとあります。やっぱここは男としてはやっぱりラベンダーですね。ラベンダー、はい、ありがとうございます。すげえ、おしぼりもあるね、こんな。うわぁ、バカだからね、あんなもんよ、今の若いもんなんて。食べ終わったらやつはとりあえず満足してこう考えるだろう、明日から頑張ろう、明日から節約だと。が、その考え方がダメ。明日から頑張るんじゃない、今日、
今日だけ頑張るんだ。今日頑張ったもの、今日頑張り始めたものにのみ明日が来るんだよ。今皆さん待ってます。美味しいよね。いや圧倒的。ごちそうさまでした。ちょっと俺かっこよくなってね。で、まあそんな感じで来ました。伊達鳥宗。さあ、ニケ君何頼んだの？これはね、今流行りの水人ソーダですね。はいはい。これ、飲みやすいんですよ。おー。ということで乾杯しましょう。はい。はい、お疲れです。お疲れ。うわー。水人のマジ。水人合うんですね、これが。グラス吸い込んだね。うめよ。丸山くんです。はい、ちょっと立憲くんの顔を。こちらはちょっと甘めの水とお醤油。これいきます。いただきます。どうしようもない。いいでした。寂しさに全然うまい。チキンの男は酒を飲むのでしょう。Oh.